オーストラリア軍の艦艇によって運ばれる自衛隊の重機自衛隊東ティモール派遣は日本が PKO 協力法に基づいて国際連合東ティモール暫定行政機構への協力のために陸上自衛隊を中心に東ティモールへ派遣したことについて述べる。東ティモールは1998年のアジア金融危機が引き金となったインドネシア独裁崩壊により 急速に独立の機運が高まり、住民投票によって2002年5月20日の独立が決定した。日本政府は独立を支援するために展開した国連への協力として、カンボジアに続き、陸上自衛隊施設部隊を主力とする派遣隊を2002年3月より現地へ送った。陸上自衛隊は現地の PKF 部隊唯一の施設部隊として、首都ディリのほかマリアナ。 座イ奥市に展開し、道路の補修や、橋梁の仮設、人材育成などの国づくりを支援した。2002年5月20日の独立を祝す会場を整備、したのも自衛隊である。また、2002年12月に、首都デリで大規模な暴動が発生した際には、緊急避難してきた在留日本人ら41人を、宿営地内に保護したが、海外派遣された。 自衛隊が人道的な見地から在外法人を初めて保護した事態となった。約2年間の活動で現地の土木技術要員の教育を行い、施設機材等を現地政府へ譲与した。東ティモール政府からは大統領、首相が直接部隊を訪れて、謝意を表し、隊員を激励した。日本政府からも2002年4月に小泉純一郎首相が訪問した。 朝日新聞は第二次世界大戦におけるティモール島への日本軍展開と比較し、現地老人の話などを掲載して批判キャンペーンを行ったが大きな動きにはならなかった。国連東ティモール暫定行政機構に司令部要員7から10人、施設部隊405から680人を派遣した。武装は拳銃、小銃、機関銃。ありがとうございます。